地通過します。通過します。ひなと今日はあれお買い物ショッピングデイ、久しぶりにひなと会ったね。うんね、久しぶり、よかったね。3ヶ月ぶりくらいやね。うん、めちゃくちゃいい天気ね。3ヶ月ぶりはやばいな。いいね。今日何買う？服かな。チャールズ&ケース行きたいね。あ、行きたいね。いいね。この前めっちゃ可愛いブーツあったよ。え、分かる。え、同じやつかな。ソックスブーツみたいな。いや、ソックスじゃないけど、ショートブーツでも。あ、ショートブーツ。ちょっと変わった形の。え、でも可愛い黒のシンプルなやつ。いいね、いいね。高速降りて、二人でお買い物して楽しんでる様子というか、はい、今日の一日を撮ろうかなっていう感じです。お願いします。Vlog です。イエーイ。イエーイ、水ひな。イエーイ。めっちゃ綺麗、前。そう。あ、いいね。購入。購入。動画出すのでお楽しみに。かわいい。撮ってます。こっち見て。あ、いいじゃん。こっちも撮ってます。こういうベスト欲しいよね。かわいい。迷う。爆買いしちゃいそう。かわいい。めっちゃかわいい、それ。いいよいよいよ。かわいい。バッグかわいい。バッグばっかり。バッグばっかり。買いました。着るの楽しみ。秋冬服って感じやね。秋や。うん。これリピート買いする。いいね、いいじゃん。スリッパかわいい。何買いましたか？これはスカートとワンピースを買いました。いいですね。絶対使えるやつ。いいね。安いね、やっぱ。自由いっぱい買った。重い。そう。よかったっけ。あ、靴も可愛いね。可愛いよ。靴と思ってもやがみよったもん。いや、可愛いわ。いや、でも靴買いすぎ。いや、ダメです。本当に。次はどこ行きますか？次は、チャールズ&キースです。イエーイ。お目当ての。靴も欲しいな。いいね。靴も可愛い。秋靴？いっぱいあったもん。この間行ったけど。いいね。いいね。このバッグもチャールズ&キース。いいね。今日はチャールズ&キースがないな。ない？かわいいそのバッグ。かわいいやろ。コスパいいよね、マジで。お、あそこです。動画撮ろう。あそこ。かわいいバッグ。やばやばいやばい。スリーコインズ探索中のひなさん、うん、パジャマ。え、売っとうよ。最近マジ本当可愛いのめっちゃある。毛布とか売っとるよ。可愛いししかも。可愛いよね。枕カバーも可愛い。これで売っとんかな。それ掛け布団シングルよ。掛け布団。あ、シングルサイズだ。1500円。へえ。可愛い。可愛い。色が可愛い。めっちゃ可愛い。あの蝶柄っぽいピンクが可愛い。可愛いこれ。ひな好きそうこれ。ほら。来客用も買おうかな、新しく。
どうしよう、色違いで来客用も買っちゃおう。スリーコインズでスリッパ買って詰め込んだ。いいね、来客用と旦那さん用のスリッパです。いいね、いいね。もう売りたいとこなかったっけ。うん、もういいかな。うん、買い物終了。いいね、お疲れ様です。今買い物終わってお台場から帰ります。そういうことです。出ます。あ、これさっき行ったところや。どれ。ダイバーシティ。あ、ほんまや。なんかよくね、ダイバーシティで買い物すること多いよね、車で。多い。2人で行くときね。めちゃくちゃ行くよね。行く。いろいろあるけんね、便利。買い物お台場住んだったらマジ楽やと思うみたいな。楽楽、絶対楽、ね、買い物一緒よ。勇気良いですね。あっちの方に行く、多分観覧車が見えるので、うん、後で見えます。あ、いいですね。いいですね、観覧車だ。いいね。観覧車観覧車だ。いいですね、観覧車ビュー。え、ちょっと待って待って、なんかロータリーに入ってきてしまった。いいですね、ビュー。いいね。行きますね。はい、こっち行きます。間違えました。あ、お台場って感じ、ね、この建物とか。あれ、フジテレビやろ。そう、眩しそう。めっちゃ眩しい。何、眩しくない？日陰なのに。いや、こっちはもう全然眩しい。そっちだけギリギリ当たったもん。そこか。うん、多分そこのシワだ。目が弱いよ。弱いか。いつか ICL せな。 ICL。 あ、あれ、友達がすること。レーシックどうなん、あれって。やっぱいいと。いや、いいらしいよ。でもあれ眼内レンズや。怖いよね、目に。なんか、まあ確かに。でもあれ、ダウンタイムないしね。あ、そうなん。今回80万くらいしたって言った。高っ。え、10万くらいできるかと思った。30万とか。そんなわけ。いや、最低でも50万かかると思う。マジで。まあ、なんか結構有名なとこでするし、うんうん、その子は乱視が入っとうから、うん、80万とか。やば、高い。そんな高いと。やっぱ目は大事。少し感じる。老けた。老けたもあんま変わらんそうやん、あやめちゃん顔。いや、でも老けた。みんな多分変わると思うよね。え、そう、うん、でもあんま変わらん。やっぱ目鼻立ちくっきり系はね、変わらん。年取っても。うん、顔濃い系は。どうかな。鼻がどんどんでかくなる気がする。年取ると鼻がでかくなるって言うやん。困る困る、そんな。困るよ、本当に。鼻先がね、こう落ちてくるんやろうね。え、やだやだやだ、困る困る。その時はもう医療の力借りる。そうやね、最初はそうしかないよね。それがいい。ひなもそうするわ。手疲れてきた。はい、ありがとうございました。じゃあね、またね。はいはい、バイバイ。美容室行くって、ひな、うん、期待しとるけん、坊主。じゃあね、坊主期待しとよ。はい、任せて。ひなも、バイバイ。バイバイ、じゃあね。帰宅しました。つくねちゃんちくわちゃんは冷蔵庫の上にいる。ちょっと最近太り気味ですね。もううちにね、来た頃ね、保護してきた頃は栄養失調で体重1キロぐらいしかなかったんだけど、で急遽栄養剤っていうか点滴打ってもらってみたいなね、なんだよね。ですけどもう今じゃもうちょっとおデブちゃんなんだよね。ちょっとおデブちゃんなんだよね。今から撮影します。撮影準備して、撮影してって感じで。見て、届いた。もう待ってましたって感じ。これ予約してて今日届きました。今日発売。旦那さんが帰ってきたら一緒にやろうかなと思います。それまでちょっと未開封のままで楽しみにしておきます。ちくわちゃん、そんなところにいてね、最近もう登っちゃうんですよね、ここ。ウォーターサーバーをね、ここに置いたら、こっからピョンって登っちゃうの。ね。えい、え、タッチ。え、タッチ。えい。楽しい、そこ。楽しいの？タッチタッチタッチ。タッチタッチタッチ。ねん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 。あー、かわいい。最近まで風邪ひいててお薬飲んでましたね。頑張ったんだよね、今治った。でもよかったね。というわけでですね、今から編集したり撮影したりとかして過ごそうかなと思います。今回も見てくださってありがとうございます。本当に久しぶりのね、もう家出ることも本当にないから、久しぶりにちょっと息抜き的な感じで買い物できてよかったです。短い時間だったんですけども、息抜きはできました。はい。また買ったものは、動画とかにしようと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとコメントもお待ちしております。バイバイ。セクシー。